はい、今、国道19で今鳥居トンネルを抜けて奈良井宿に向かってます。で、トンネルの向こうは木曽川の流域で、ここは、千曲川、そして信濃川ですね、その流域に入りました。そうして今鳥居トンネルだったんですけど、左の山の上を昔の街道、鳥居峠があります。この後は、塩尻とか松本とか長野とか、そういう、方面に向かいます。自分は少し先の、奈良宿の道の駅にしようかなって、はい、奈良宿に入りました。宿場は左の方に長い町並みがあります。道の駅ですね、どこその辺からもうちょっとしたら左に降りていく道があって、第一駐車場が家並みの方にあって、道路沿いに第二駐車場があります。そこは勝手に止めても、長く止めても文句言われそうないんで、自分はそっち、明日雨ですから、そっちにしようと思ってます。ここ